宇宙にも変態はいるんだな。宇宙人がストッキングを盗む事件が発生。皆さんこんにちは。今回の世界じっくり聞こうは、宇宙人が起こした奇妙な事件について紹介していこうと思います。宇宙人が関わる騒動は古今東西で発生し、多くの人々を驚かせてきました。背の高い宇宙人が地元住民を追いかけたフラットウッズ事件、アメリカ陸軍が墜落した UFO を回収したロズウェル事件などなど、未知の存在が関与した事件には不気味なものが多く、幽霊とは一味違った恐怖感を私たちに味わわせてくれます。一方で、宇宙人が関わっていても何それと失笑してしまうような事件もあるんですよ。今回ご紹介するチェンニーな事件もその一つ。この事件は簡単に言えば、宇宙人による下着泥棒事件です。この事件で出現した宇宙人は、人間を誘拐したり人間に攻撃してきたりは一切しません。人妻からストッキングを盗もうとしただけです。前置きはこれくらいにして、ロズウェルやフラットウッズとは全く印象の異なる笑える宇宙人騒動、チェンニーな事件について解説していきましょう。宇宙の変態襲来。ことの発端は1954年11月1日、イタリアのアレット地方に位置する小さな町チェンニーナで事件は発生しました。その日、チェンニーナ近郊の農場に暮らす主婦ローザ・ロッティ・ネイ・ダイネリは雑木林を歩いていました。墓参りに向かっていたローザはいつもより小綺麗な格好をしていたといいます。新しい服を身にまとい、持っている中で一番お気に入りの靴を履いていました。しかし、墓地につながる雑木林は泥だらけ。身にまとっているものを汚したくなかった彼女は、靴とストッキングを脱ぎ、手に持ったまま裸足で歩くことにしました。裸足のまま雑木林を進むと、ローザは前方に見慣れない物体があることに気がつきます。その物体はローザの身長よりも高い金属の塊で、防水系をしていました。ちょうどアポロチョコを2つつなぎ合わせたような形状ですね。不思議に思っていると、その塊の後ろから身長1メートルほどの小人が現れました。小人は2人いて、作業着に似た灰色の服と灰色のマント、そして赤いヘルメットという奇妙ないでたちでした。二人の小人に敵意はなさそうでしたが、中国語に似た意味不明の言語でローザに語りかけてきます。ローザが困惑していると、彼らはローザの持っていたストッキングと墓参り用の花束を奪い取りました。驚いたローザは小人たちに抗議します。言葉は通じませんが、意図は伝わったらしく、小人たちは花束からカーネーションを5本だけ抜き取って彼女に返しました。全部返せよというツッコミは言語が違うので通じません。そして小人はストッキングと残りの花束を防水系の UFO に投げ入れました。もう一人の小人は UFO から何やら茶色の包みを取り出し、そこでローザは怖くなって逃げ出します。逃げる途中、追いかけてきていないか心配になったローザは背後を確認しました。しかし UFO はすでに飛び立っており、そこにはすでに小人も UFO もいなくなっていたのです。幸いローザに怪我はなく、金目のものを奪われたりもしていません。被害はストッキングと墓前に備える予定だったカーネーションが数本。この小さな宇宙人たちは見事地球の人妻からストッキングを奪い去ることに成功したのでした。宇宙人騒動屈指のツッコミどころの多さ。上記では真面目にチェンニーな事件の概要を説明しましたが、これだけでもすでにツッコミどころ満載といった感じですね。
チェンニーナ事件の意味不明なポイントはまだまだあるので、もう少し掘り下げてみましょう。まずはローザが遭遇した二人の宇宙人の風貌について。宇宙人は身長1メートルほどで、ウサギのような出っ歯を持ち、壮年の男性を思わせるイケメンであったと語られています。どうでしょう、このウサギのような出っ歯のイケメンという矛盾、この一文だけでローザ夫人の男性の好みがやばかったことが伺えますね。そして上述の通り、ウサギ顔のイケメンたちはローザからストッキングを強奪したわけですが、これに対してローザは裸足ではみっともなくて、この後教会に行けないから返してと抗議しています。しかし宇宙人はカーネーションの返却には応じたものの、断固としてストッキングは返しません。宇宙人とストッキングを返せ返さないの口論をした人類はきっと後にも先にも彼女だけでしょう。不気味な生物が目の前にいるんだから、ストッキングくらい諦めて逃げればいいのに、あと宇宙人もストッキングくらい返してやればいいのに。チェンニーナ事件ではこの口論自体が、お前らにとってストッキングはどれだけ大切なんだというツッコミポイントとして語られます。ローザは宇宙人たちが茶色い包みを取り出したことで怖くなって逃げたとありますが、その理由は包みにカメラが入っていると思ったからなのだそうな。実はローザは屈指の写真嫌いだったらしく、宇宙人たちがカメラを取り出したと勘違いして逃げたわけですね。宇宙人は怖くないのにカメラは怖いという判断基準がもう意味不明すぎる。ちなみにローザは逃げる直前、そんなものカメラを渡さないでストッキングを返してと吐き捨てたそうです。この状況になってもまだストッキングを諦めていません。もちろん宇宙人たちもストッキングを返しません。何なんだそのガッツは。登場人物全員のストッキングにかける執着が異常。チェンニーナ事件は何というか、全体を通してコントのようなお話なのです。それなのに信憑性の高いチェンニーナ事件の回、これだけツッコミどころが多い事件なので、普通に考えればローザの虚言か、はたまたジョークの類だと思われることでしょう。ところが意外にもチェンニーナ事件は当時結構な騒ぎになっており、その前後に UFO の目撃者も多発していたという、それなりに信憑性の高い宇宙人騒動でもあるのです。小さな宇宙人にストッキングを奪われたローザは、その後すぐに教会に向かって助けを求めています。ローザはひどく動揺しており、教会の牧師や参拝者たちは現場の調査に向かうことにしました。するとローザが UFO があったと語った通りの地点に穴が開いているのが発見されました。ちょうど防水系の UFO のテープが突き刺さってできた穴に見えたため、これはただごとではないと牧師たちは憲兵隊に通報します。駆けつけた憲兵隊はローザの虚言であることを疑い、嘘をついているなら今のうちに言わないと罰せられるぞと念をしますが、ローザは証言を撤回せず供述書にサインしました。しかもこの前後、チェンニーナ近郊では飛行する UFO の目撃情報が多発していました。数は少ないものの、着陸状態の UFO を見たという証言まで存在し、特に驚くべきはローザが小人と会話しているところを見たという子供が2人もいたことです。この証言は幼い子供の虚言として処理されましたが、似たような証言が他にもあったため、今でも完全には否定されていません。さらに興味深いのは、ローザが宇宙人に遭遇する30分前に防水系の物体が飛んでいるのを見たと証言したトラック運転手の親子がいたこと。普通 UFO といえばアダムスキー型のものや円盤系のものを想像しますよね。しかしトラック運転手の親子は明確に防水系だったと言い切っているのです。防水系の UFO という一般的でないイメージを全くの別人が共有していたというのは不自然です。これが本物の UFO だったかどうかを別にしても、ローザとトラック運転手の親子が見たのは同じものだった可能性は非常に高いと言えるでしょう。まとめ、人妻のストッキングを奪っていた宇宙人がいる。宇宙人は身長が低くウサギのような歯を持っていた。
カーネーションは返してくれたが、ストッキングは結局奪われた。ローザがストッキングを奪われる前後に UFO の目撃が多発した。どこもかしこもツッコミどころ満載のチェンニーな事件。しかし他の宇宙人騒動と比べても目撃者の数が多いため、今でも荒唐無稽なでっち上げだと断定することはできていません。ローザが出会ったのは本物の宇宙人だったのか、はたまた未発見の部族か、愉快犯によるいたずらか。少なくとも一連の事件はローザの虚言によるものではなく、彼女は本当に奇妙な存在と遭遇していたと考えるのが無難でしょう。それにしてもチェンニーナに現れたのが本物の宇宙人だったなら、ここまでしてストッキングを盗みたかった理由は何だったのでしょうか。宇宙人の衣服を調査目的で持ち帰りたかったのか、あるいは単なる趣味か。だとしたら宇宙にも変態はいるんだな。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。